はい、こんにちは、ケイソウです。はい、どうもハネムンです。さあ、シャドーバー、はい、二人三脚連戦バトルシリーズ2弾ということで、はい、第2弾、1弾目はドラゴンでやれて、はい、めちゃくちゃ強いデッキを作ったんですけど、はい、まあ負けましたと、クリアできませんでしたと、はい、それだけ連戦バトル難しいよ、はい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 、っていう感じでございます。まあ、一応ルールのおされですけど、私とハネムーンさんで20枚ずつデッキを組んで、事前打ち合わせなしの20枚ずつデッキを組みの、はい、後でガッチャンコ、はい、かぶったカードがあったら後々その足りない分を2人で相談してデッキ入れていいっていう縛りでやらせていただくんですけど、はい、今日はどうですか、クラスの方なんですけど、何か、私最初ドラゴンで選んでやったんで、ハネムーンさんがじゃあ今回選んでいいですよ。ああ、まあ私は結構ね、はい、エルフで結構やっちゃったんで、なるほどなるほど、エルフじゃないのがいいかな。ああ、もうエルフは散々見ちゃったよと。そうなんですよね。はい、お前もなんかやったのある？私ネクロやりました。ネクロだけやって他はやったことないんで、それ以外でいきたいですね。はい、どうですか？ビショでもやるか。ああ、いいじゃないですか、ビショップ。私好きですよ、ビショップ。ビショップいきます。はい。じゃあ、はい、お互い20枚ずつビショップのデッキを組みましょう。はい、いいでしょう。はい。いや、これはね、多分被る。これは、うん、被る。マジで。被る自信がある。被ってる感じした。いや、もうこれしかないでしょっていうとこありますよ。これしかないまである。ああ。さあ、お互い20枚デッキ作り終わりましたけど、はい、はい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 、まあどうですか、作るとき考えたこと。考えたこと、私は、うん、アミレットビショップか、うん、守護ビショか、うん、回復ビショップ、うん、あ、まあ、ここら辺を思いつきました。で、前回ドラゴンでやった時に回復がなくて辛かった。4戦目行くまでに食らっちゃって、結果、まあ、3戦目殺されちゃったよっていうことがあったんで、やっぱ回復美書が強いんじゃないか。で、今普通に回復美書普通に強いじゃん。はあはあ、だから私は回復で組みました。回復ビショップで組みました。はあ、なるほど、ね。ただちょっと私回復ビショップそんな触ってないんで、はい、でなんであれ入ってないのみたいなカードがあるかもしれないんで、そこがちょっと不安ですね。まあ見ていただきましょう。はいはいはい、こんな感じです。ああ、なるほどね。だいぶ今だね。まあ、だいぶ今、ね、ラビットヒーラーとか大ごとカレーとかよくわかんないんだけど、まあエルビーラが、まあとにかくそのだいぶ今に寄ってるな。エイラのね、エイラの効果を持ってて。でこれを回復したら下がってって、でなんかこれなんか A ハス8でさ5回回復して全体処理とかあるじゃん。なるほど、ね、でさらにベルレフォンなんて乗っけたら強えかなと思って。あ、そう、じゃあレッド、あ、なるほどね。何、いやいやいや、大丈夫ですか。じゃあハネムーさんの20枚見ていきましょうか。まあまあいいですけど、はい、さあどうでしょうか。古いな。まあまあまあ、レフィークソ迷った。レフィーレフィー、ああでも強い、ああまあ強いかなって感じだったんだけど、強い強い強い、ルナプリね、はいはいはい、はい、なるほど。これはあれですか、俺がもう回復美書だと踏んで、全然、あ、そんなことなく。まあアンリミのビショップ、まあ、やっぱなんか安息のなんだっけ、安息の領域だっけ、あ、ありましたねみたいな、はいはい、あの攻撃してないと、そうみたいなのがあったと思う。なんかあれが流行ってるみたいな。まあでもあの戦いにおいて安息の領域いらねえなって。まあそうだね、安息の領域って言われてもなっていうところで、いらないなっていうことで、まあそれ切って、はい、まあ回復、まあレフィーはちょっと勝手に入れましたけど、はいはいはい、まあクルトで、これ被ってんのはベルレフォンだけかな、しかも2枚だけかな、ね、俺はそうだ、ベルレフォン2枚だから、そうだな、じゃあちょっととりあえずガッチャンコしましょうか。 OK、 はい、ということで、はいはい、2人のデッキを合わせました。でベルレフォンが、うん、ベルレフォンが2枚、はい、お互いかぶってたんで2枚の自由枠ができましたということで、で相談の結果、まあキーラがいいねと、コスト4のビショップフォロワーを引っ張ってくれるってことで、エルビーラやベルレフォンをサーチできて、はいはいはい、まあ4ターン目にはこの強い効果を発揮できてっていうところで、まああれですね、カードは結構違いましたけど、2人とも回復美書っていうことで、そうね、なんか統一感はありますね、やりたいことは。まあ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 、なんか見えてきますよね、はいはいはい、ということでこのデッキを使って、今日こそは連戦バトルクリアを目指しましょう、はい、頑張りましょう。はい、ドン、はい、お楽しみのカゴでございます。鉄槌の装備、めっちゃ良い。自分のターンごとに1回自分のフォローが進化した時、ランダムな、体力3以下のフォローを消滅させる。もうでもね、もう真ん中確定です。回復ビショップに最強じゃないこれ。自分のターン中自分のリーダーか自分のフォロワーを回復する能力が働くたび、いやもう
あ、これじゃん。これですね。一応ブラックダイヤモンド見ましょうか。いいです。大丈夫ですか？いらないです。いらないです。ブラックダイヤモンド。いいです。1枚手札に加えてゼロにしますよ。いいですか？テンコレは白で。いいです。強いですよ、ブラックダイヤモンドもね。いいんですか？だってテンコもまあさ、あるじゃん。テンコビショップも。そうだね。ね。それがもう、加護として、能力としてついてしまう。やばくね。テンコが場に出てるってことでしょ、もう。ありがたい話ですね。1打目が2点与えられるやん。もうクルトと合わせたらどうなってしまうの。やばすぎる。大変なことですよ。もうラビットヒーラーで2点いく2点か。行ったるか、ラビットヒーラー。行ったろうぜ。先制1点パンチで。先制。うわー、強いや。いや、まあ強いか。まあ強いか。いいんじゃないこれ、はい、じゃあ行ったら行ったら。ラビットパンチ2点。おい、初ネミク残り HP8、はい、強い、はい、なんだこれ。これいいな、いいの取れた。やばいね、いいヒル取れるぞ。かなり歌ってる場合じゃねえぞ、お前死ぬぞ。あ、死ぬぞ。こっちかもしれんだ。ちょっと手札事故り気味ですけど。死ぬのこっちかもしれんぞ。まあまあ全然。突進。そうだったね。ノルが変わらずですね。はい、おいおい、コスト1以下が出るたびに、突進、相手のリーダーに1ダメージ。はいはいはい。ああ。まあまあ、倒せるけど、フェアリー。やることなくて撃つか？いいんじゃない？やめとくか？微妙。わかんないね。ベルベフォンもエルビーラも進化しないと能力を発揮しないということで、まあ、ちょっとそこがめんどくさいです ね。いくらでも食らっていい。回復美女だから。あ、エルビーラ2枚いるならじゃあ1枚切っちゃうか。はい、でこれテンコでね飛ばして、はい、ポンと回復、はい、ここでドン、はい、強いっすね。あ、これはいいっすよ。あ、これいいよ。心持ちが違う。あ、わかるわ。全然食らいたくなかったじゃん、ドラゴンの時。わかるわかる。今もういくら食らっても、うん、最後には多分全部回復するんだろうなっていう。いや、でもちょっと強えな。ちょっと強えな。強えな。4点でしょ、でもこれ。あ、まあ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 、まあ、どっちですかね、ベルレフォンですかね。ベルレフォン寄りですかね。はい、進化で6秒当たれるし。そうですね。どっちがいいですかね。3号うざすぎるか、そいつ。ほっといてめんどくさい。体力上限まで回復。そう、そいつだな。じゃあ、まあ、取っといて、で、最後に回復があってここら辺死ぬわけでしょ。瀬戸打ってここに当たったらちょっとラッキー。でも倒せはしないよって。いや、全体1点通るよ。あ、そっかそっか、まず全体1点か。打っちゃえ打っちゃえ。あ、いいでしょ、いいでしょ。ああ、その順番か。まあ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 、いいじゃん、最高じゃん、うん、最高だわ。あ、これね、ごめん、当たんなくてよかった。ごめん。当たんないとこ死ぬ。ごめん、計算ミスった。うん、当たんなくてよかった、これ。だから今、体力1損してる。1損してる。うん、これ死ななかった、これ。レフィエで回復する、うん、大丈夫ですああ、そっか。天候をちょっと忘れがちではあった。でもまあ、天候は運ゲーだったか。もうレフィエの、よいしょ、もうこれで。進化なしで。エルビーラしたくない？まあ、いっか、どうでも。あ、そっか。うん、エルビーラしよう。エルビーラだったと思うけど、進化。もうレフィエも、もう楽しくて楽しくて。これでも次で勝ちか。そうだね、ほぼ何やってる感じだ。さすがにこんなとこで。6点は食らわないでしょ、これ。この戦いにうちらガチ対策してきてる。回復でな。ああ、全然。ああ、3回復。ああ、なんでもいいよ。もう金政治で勝ち。ドン。あ、それ嘘か。ドンか。もう何でもいい。で、HP20 な。ここで回復5あるじゃん、この回復。ね、上限にしてほしいよな。ここで回復して、さらに初音ミクに死体蹴りしたい。やめとけ。よし。お、素晴らしい、これ。これさ、体力上限上げられたらもっと強かったね。そうだな。だって、持ち越しなんでしょ。お、待てよ。意味な。バトルごとに1回自分のターン終了時、相手の場にフォロワーがいるならランダムな相手のフォロワーを強振の呪具に変身させる。面白いけどね。ターンごとに1回自分のフォロワーが進化したら、すべてターン終了時に相手リーダーに1ダメージ。これ、良さそうでもあるけど。あー、ガベルか。ガベル、2コスト。弱いな。でも良くない？ガベル。2コスト。回復よ。あ、そっか、回復ついてんだっけ、ガベル。ファンファレ回復か。めっちゃ忘れとるやん。なんか消滅2回させるイメージしかなかったわ。ガベルっすね。自分ガベルっすね。いらないっす、それ正直。じゃあ、ガベルにしましょうか。ガベルっすね。回復するんで。
さあじゃあガベルを引っ下げて。はい、リンちゃん、アミレットが破壊されるとそのアミレットの効果を2回使う。ああいいでしょいいでしょ。ラストアドが2回発動する。ちょっと強い効果ですよね。俺も欲しいなっていう。幹部だけ置いといてでいいんじゃない。幹部の金か。幹部、うん、幹部は下げていきましょう。おキーラーいいですね。キーラーでどっちかをサーチして。そうね、でかい。はいはい、これ2体出るんだよな、強えな。ファーストアタックいきましょうか。ファーストアタック。オーキッド2回か。ドローね。そっちあ3以上あるときだ。だから今はい、でも普通に出すとファンファレとラストワードで回復。金ドローしたくない。まずドローでいきますか。あしましょう。えはい、まずご挨拶がてらの2点だ。ご挨拶2ダメージ、はい、一撃出してきた。ああ出してきたか。これガベルでいいと思うな。ガベルで両方取れるか。これ取れるね。じゃあガベル一体消滅、回復、2点。おー強いね。これかなり絡んでるね。悠久でもいいけどね。キーラでもいい。まあ4ターン目せっかく進化権あるから。クルトも結構悪さしそうな感じはしますね。まあそうしましょうか。まあ一旦キーラで、ね、はい、オーキッド置いてもいいかな。オーキッド置いてもいいっす ね、 いいね。これ取れるしね。はい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 。大変なことですよ。強いね。大変なことですよこれ。うん、次どうなっちゃうのこれ。まあ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 ここでまず回復だから2点飛んで、ああ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 あ待って、殺せんじゃねえかこれ。進化で3点でしょ。3回復すればいいから、金採石流、あ来ると金採石流で終わりじゃない。うん、来ると、うん、金、うん、採石流。進化必要これ。進化必要か。知らないっす。ああすげえやさらにまだ幹部も、幹部もね、ゼロコスの幹部も控えてましたんで。ああああ、これはすごいや。まさかベルルフォンが、ね、間に合わないとはね。いらない間に合わなかったね今ね。そんなことあるか。やば。さあポーリーイメージ。あー微妙だね。アミレットじゃないね。デルタ B プラス1、うん、まあでもアミレット結構あるけどね。ガッチガベルもあるし、金もあるし、試練場もあるしって感じはある。はい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 。でパインはさっきの進化しときだね。でブラックダイヤモンドも一番最初に出てきたけど、これはドローだね。あ2点に2点と2回復だっけ。白と、ああまあ一応回復ではあるなこれもな。しかもコストゼロで加わるから使う。それにするじゃん回復だし、うん、こっちしよっか、うん、なんか悪さできそうだよね。うん、でこれ高校になった瞬間に手札に何枚加わる大変なことになりそうだけどね。1段目5枚6枚か、あ違うか、5枚、あ1234枚ドローか。1段目大変だね。高校だったらまあファンパンにはならないけど。いない、私が救う。ブラックダイヤモンドな。うつうつ縛るの。まあこんなとこで、うん、そうだね。ユキはまあ取っといてもよかったかもね。あ来てくれた、まあ来たから OK。 あれホワイトダイヤモンドがただの2ドローでブラックダイヤモンドは2位与えて2回とか。ああああすごいな。うわあ一子さんなんか来てほしかったね。まあまあ、まあ、置いていいでしょうか。はい、すごいな幹部が勢ぞろいですね。うん本当やいつでもいけるよと。うわでもやばいな、やっぱ強いこれ。レン君強いっすね。ジャッジガベルでも倒せないか。2点は飛ぶんだけどジャッジガベルの効果が発動しない。まあ置いとくだけってのもいいかもしれないけどね。打っとくか。うん、どっちかに2点飛ぶ。OK。つらいね。まあまあまあ、大丈夫でしょう。兵団長。まずいっす、これ。あ、やばいっすよ。これは強いね。これは強いよ。2点2回復どっかに飛んで。来るとダメか。あと、これは1回復。プラス111回復1回だけ。全てに1点、今は特に意味ないかな。一旦有給で我慢するか。これ全てに1点ついてる。それ次だね、有給だね。我慢しよう。有給我慢。まあまあ大丈夫大丈夫。そんな OK。 ベレルホン来てくれた。まあまあ大丈夫、回復は上回ると思う。うわ大丈夫、進化しない。そっか進化しない。怖い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 。あいつは飛んなきゃいけねえな。うひゃー、
ああそこ消してくれたのはありがたい。そこ2点どんなのもいい。ベルレフォン、うん、ブラックダイヤモンドじゃダメか。ベルレフォンで終わっちゃうか。うーん、まあベルレフォン進化すれば場面2点。あ、でもこいつ生き残んなきゃいけないんだよね。運かな、運だと思う。多分殴ってもいけない。殴っちゃいけない、うん、そっか、有給のやつがなくなっちゃうのか。そうだね。だまあマーザーと言うで、運でムササビ誰も取れる。2回発動するはずでしょ。そうだね、うん。だまあまあまあ、先リーダー先だから、その2点がどこに飛ぶかだね。ブラダイ置いていいよね、これね。置いていい、置いていい。じゃあこれでターンエンドで、うん、頑張れ。回復回復回復、2点ラッキー、うんうんうん、ああ、まあ、しゃあない、まあ、しゃあない、これはしょうがない。でももうほぼほぼね、あの幹部もいっぱいいてくれてるんで、はい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 。ああよかった、危ねえ。でもマーズいねえのにあいつ出したんだ、マーズ完全にマーズ2枚持ってるやつの動きだったけどねガチ危なかったよ。あー、手札が ねドローがね、はいはい、しゃあないしゃあないしゃあない。なりまして、で幹部が3体いるんでしょ。で浄化がいるんだから浄化出して、なんかいっぱい増え、単中プラスしたとき1ダメージ。ああごめんごめん、勘違いした。ベルディリアいないんだもんな、2点。そうだね、うん、まあでも制約3体出したらなんかもう相手されて出すんじゃね制約ってだって何回復するんだっけそれ。2回復します。じゃあ再票打ってゼロコストにしてな、うん、で制約制約制約でいいんじゃない。あ、来るとさあミスった。そうだね、まあしゃあない、忘れてた。いや、制約置いたら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 、よいしょ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 、へい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 。まあリーサルはなかったかな、クルドあったとしても。いや、ワンチャンあった。いや、すげえ、あったな、これこれあったな。あったあった、多分あった。クルド最強制約制約、うん、それで終わったな。まあまあ20で終われば変わらないんだよね。全然なんこいつがな、キーだよな、クルドな。なかなかなキーだよ。使ったことないんだよな、ハンディングで。ああ、兵団長が来てくれた。おー、降ってきた。はい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 。来ると、来るとラビットルナール、ラビットルナール。あ、終わったわ、終わってるわ。強い。いや、これは強いわ、これは強い。いや、さすが来ると、置物対決の時にこいつほぼ禁止みたいになったのが分かるな。いや、壊れてんな。なんかすんなり来ましたね、ここまでね。うん、待ってね、ちょっと待ってね。はい、はい、はい、うん。一番右にちょっと。まあまあ、見ていきましょう、見ていきましょう。はい、メルティーナ・セリーナとね。はいはいはい。アミュレットが2つあるなら、ヘイブンファイアを全てゼロコスにする。はいはい、待って待って。ヘイブンファイア、もう全てゼロコスに3つ以上なら、相手のリーダー3ダメージ、4つ以上なら、アミュレット全てカウントは4を進める。ああ、自分のターンが1ターン目ならだ。だからヘイブンファイア1回しか加わらないから、すごい大事にしなきゃいけないね。でもヘイブンファイアって使ったら、何かしないと帰ってこないでしょ。アミュレット置くたびじゃなかったっけ。うん、アミュレット出てたら加えるね。と出てたら、アミュレット出さないとダメと。ファイヤーが、まあ、アミビショ専用って感じですね。そうですね。で、イリスが自分のターン開始、1ターン目ならレリックスフィア、もう加えちゃうと。はい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 。進化化のターンなら出ると。ああ、なるほどね。あいつが出てくるよっていうことだね。はい、じゃあ一番右にしましょうか。進化化のターンなら自分のターンに1回ごとに自分のリーダー回復して自分のフォロワー1位すると。エルビーラを入れたのにな。これさ、多分重複するよ。まあ、普通にやってるエルビーラと、ね、カゴとエルビーラ重複するでしょ、これ。そうだね、うん、だから1回復するたびに2にされてくっていうね、うん、これは勝ちましたな。これはさすがに勝ちましたな。勝ったかな。まあルカが相手だけどね。まあルカやばいからね。うん、ルカでもあれと効果違うのね。あの普通の長距離とはちょっとちょっと違う。まあ初めて初めて悲しみの初めて。神はいない。どうやったら負けたんだっていうぐらい今簡単だな。あ、エルビーラ一応高校であるけど、そう、せっかくだしね。あ、いいと思う。まあ瀬戸も来てくれてね。で、こいつの効果が、ルカの効果は、まず、自傷ゼロ。自分のターンの受けるダメージはゼロだから自傷ゼロ。そうで、相手がカードプレイするたびに1回復してドロー。あー、5枚かな、1枚引くと。で、狂乱状態だったら2か3のフォロワーランダムで結果出して進化する。あ、バグってんな、まあ、狂ったことはしてきますね。でもうちもまあまあ狂ってる。まあね。あ、ブラックダイヤモンド先だったかも。なんでここで回復されるのね。あー、そういうことか。あー、まあ、まあいいや。うん、本当にいい。気にしたことなかった。まあ、ソウルミニデビルね。まあ、なんでもいいな。ジャッジダブルで消してやるか。ほら、消したれ。まあ、とりあえず4ターン目まで。プレイするたび回復ずるくない？ずるいね。止まっちゃうね。
それずるいね。あーエクストリーム。あー特攻隊長ね。やっぱりね。あいいダメージ。あー強い強い。あー強い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 。来ると取られちゃうなきっとな。まあいいかな。エンドでもいいし。1枚使っても結局1ダメージしか与えられないようなもんだもんな。じゃあいいのかな。まあエルビーラをやっぱ加護がついてるんで、そうね、重ねたいですよね。まあ、まず重複するかどうかのチェックしたいよね。するやろこれ、こらするやろ。さあジャッジが出るの効果が、あーツードローもほぼ無駄になりました。まあまあまあ、あ素晴らしい。いってエルビーラ、キーラだったエルビーラでキーラー、エルビーラ進化。さあ、じゃあ、うん、いいっすよ。進化しでブロックダイヤを置いて。本当に最強の4つ取った説ないこれ。マジで。とんでもない。あ、1回だ。重複しない。ほんとだ。合法だったのに。うん、ちょっとリーダー効果見せて。おー、カゴ。あ、そうなんだ。エルビーラの効果はエルビーラとして扱うんだ。へぇー、なんかずるいな。え、ちょっともう一回カゴのエルビーラ見せて。カゴエルビーラ獲得しましたわ。あ、重なんないの。いや、これワンチャン、いや、これが発動しちゃった説もあるわ。だから、うん、だから1回だからエルビーラその上の効果は。だから、はいはいはい、一番最初に回復したじゃん、おブラックダイヤで。だからその時に発動しちゃった説ある。あー、なるほど。ああ、だこれ1回エルビーラこの効果。じゃあまだある、可能性は全然ある。可能性は全然あるか。うん、これ出して、あ、でもこれ回復しちゃうのか。ちょっともったいないね。あれもないんだよな今な。ベレルホンの効果がないんだよね。そうだね。クルト置いて回復してみるか。いいよ、クルト置いて。じゃあこれで上がるはずだよね。じゃあね、2上がるはずだよね。うん、どうでしょう。多分上がると思う。多分そうだったんだ。上がった、そうだよね。なるほど、最初の回復で使っちゃってたからさっきは上がんなかったんだ。え、これじゃあ、ジャッジ次からの回復は1しか上がらないか、うん、なるほどね、はいはい、まあいいんじゃないですか。ジャッジが出るんだよね、はいはい、もう全然強い、全然強い、全然強い。強い強い。オッケーオッケーオッケー、理解したわ。あ、これ1回なんだね。さすがにだな、さすがに行かれてるもん。毎回上がる。ターンごとに1回。ちょっとさすがに、さすがにか、ね、でも1コス5点のカード強かったね今ね、相手が使ったね。すごかったね、うん、あーはいはい、あ強い強い。レフポンでもまあ、ね、レフポンですね、こんなのね。進化でも当たるか、ユリウス。上がっちゃう、ユリウス殺しちゃいますよこんなの。あ、計算通り、うぜー、めっちゃ長引くやん。そうだね、元の体力が25でちょっと高いのにカード出すたびに回復して、つえや。でも自分の場に残ってないとジャッジがベルとかで使っちゃうね、回復券。そうだな、ここだな。強いよ。ひゃー。な、そんなことあったっけ。殺されちゃう。あれか、バット出すたびにってやつか。じゃあここで回復使われちゃうから、これじゃあカゴエルビーラ不発ってことか。不発だね。ああ、それはちょっと切ないな。まあなんでもいいと思いますけどね。どうですか。何がいいですかね。早くベレルフォン来てほしい。そうね、ベレルフォンね、あればね、かなりありがたいんだけど。セトポンはちょっと弱いか。セトポン、ちょっと切な目ではあるよね。3号のあれか、必殺がいいのか。あ、これ必殺がめんどくさいね。うん、まあ霊場、次霊場も強いけど、まあやることが。オーキッドってなんか3点あったよね、確かに。どれが1個。ああ、そうそう、ランダムライトルホラーに3点か。微妙か。まあでもいいんじゃない、それで3点の、これかな。うん、えい、どっかに5点、どっかに5点いくはずだな、これ。ああ、残念。ここに2点、2回回復すれば一応。確かに、あとこれ1枚出すだけで1点と1回復があるから、じゃあそれと正常にするか、瀬戸にするか。これだけで終わりじゃない。これ1点あるから、これで1点。ああ、それか、こいつがそもそも1点があるから、そう、回復の合わせて。え、ダイヤ置かないの。あ、そっか、ダイヤ。どっちでもいい、いいじゃん、これでもう
構次こんなの置いちゃったら大変だなこれ。確かに。いやベルフォン重ねたかったなこれ。そうマジで重ねたい。これマジ重ねたいな。だからキーラーちょっと欲しかったな。あでもすごいね結構。あやばい。これちょっとやだな。いや全然やばくない大丈夫。これ4点でしょでも。上官令状置いたら。あーまあでもそっか後から来るのか。まあ8点は食らっちゃうな。最強の聖獣で殴りながら。でもこれが取れないからまあ霊場置けばとりあえず単勝1回復あるでしょ取れるよ。聖獣最強の聖獣で84取ってもう1体で84取って単勝1回復で。あーごめんごめん何でもねえや。ベルレフォンの効果ねえんだ。そうベルレフォン効果ないからまあ全部取るんだったら霊場がまあ丸めかなと。丸めでいくかちょっと食らっちゃうけど。しゃあなし。それもう一体取っときたかったなー。ねえ、もう一枚欲しかったね。あーなんかヤバそうの出てきた。あ、引退出るか。あーまずいです。進化もしちゃって、いってー結構痛い。相手 SP マックスだぜこれね。ああ、うん、勝手に全部死んだまあ聖獣しかないかな。聖獣でこれ2食らっちゃうけど。そう、ね、まあしょうがないな。セトも使っていいかな。でこれを当たっていい。はい、そしてどっかに飛ぶ。あーそこに飛んだわ。死んだやつに飛んだわ。あ死んだやつに飛んだ。しゃあないしゃあない。じゃあこれ当たれば一応倒せるか。先変わんねえか。あこれで。あーまたそこか。セット使っちゃおう。なんか今から倒すやつに。ごめんごめん関係なかったわ。そうだ回復する。あそうです最後。まあでもこれ顔に行くから。ああ。うざい。あーめんどくさいね。うん。ね、でも99911取れんの？おーっと、いい動きだ。うん、強い。でも相手のデッキ見てください。残り10枚。毎ターン出るからこれあのデッキアウトで勝てます。ライブラリアウトで。HP やばいでしょこいつ。あ。あのこのデッキあれ削りきれねえっす。ディーバーも出てきてな。全部取られるまさか。これ取られるの嫌だな。取られることはね、進化もあるしこれ取られるんですよ、全部。あー、すごいね、うん、全部取られました、まさか。パスを取って あー、すごいね。完璧ですね。はい、どういうことや。レフィエの効果ついてんだよね。レフィエは、そうね、もう、能力すごすぎて能力すごすぎて、あれだわ。瀬戸さんでも来ますか。瀬戸さんと瀬戸悠久でもします。いいんじゃん。そうすれば取れるか。瀬戸悠久で、まあ、ブラックダイヤモンドも置いちゃうんだよ。まあこれでこいつは死んで、はいはいはい、あ、遅っ、はいはい、遅いな、ベルレフ。まあでも進化このために取っといたんだね。やっと、うん、やっとですね。62の瀬戸ね。62の守護必殺ね。あ62守護必殺で選択されないね。あーでも取られそうです。すごいな。すげえデッキだなこれ。え、だってさ今さ、うん、デッキから出てこなかったよね。出てきてないね。だからデッキの中にもう 2,3 コスがいない。あーなるほどね。いないですよ。狂乱状態なら出るはずだもん。うん、って言ってこうやって闇くらいとか来たら負けるからね。闇くらい怖いね。闇くらい即死ね。まあ入ってないことを祈りつつ、まあせっかくなんでね、ベルフォン出しましょう。行きましょう。進化してまあなんとか削り切れる可能性もある。ローキットってなんかターン終了時回復みたいなのあったよね、確かなんかどれだっけ。ファンファーラストアードドロー3回復かなだけか。ファンファーラストアードで3回復がある。3回復か。うん、どっちでもいいな。しとくか。三回復な。ジャッジグルも置いちゃうか。ジャッジグル置いちゃうか。行っちゃうか。あ、行っちゃうか。聖獣はいっか。聖獣はいい。怖えもんね。怖えから。
あ、強い強い、あ、強い強い、今回幹部全然来て、あ、強い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 、全自動全自動、全自動シャドーバース、あ、やっぱ強いわ。さあどっち、贈り物のバットは出ない、損した、アズイズ、アズイズ進化、もう相手進化権ないよ、アズイズもう一回進化、あ、イリウス進化、ただいない進化状態じゃない、そっかそっかそっか、はい、なんと勝ちました、決まりましたね、これはね、勝ちました、なんかまだ暴れてます、まだ暴れてますけど、これなんか面白いリーサルないっすか、むず、難しいですね、なんかむずいね、もう最強の、幹部置いて、幹部置いて、回復でしょ、で最強の聖術使えば回復するでしょ、うん、まあこれぐらいかな、これぐらいですかね、楽しいといえばね、じゃあ勝ちで、いや強かったね、良かったね、いや、いいっすね、まあ、安定が違いますねやっぱね、うん、もう全然これもう答えまであるね、そうだね、これのビショップに関しては、うん、まあ、4回連続で戦わなきゃいけないから体力の管理が大変なんだけど、まあ、そこを回復ビショップで補って毎回フルうん、ヘルスで戦えて、うん、まあ、正直もうテンコが終わってた、カゴも良かったですねこれね、テンコマジで強かったね、散々強かったですね、あ、まあ LB で正直微妙だったね、はいはい、これは1回だったもんね、1回だったね、ちょっと微妙だったね、びっくりしちゃいましたね、あ、まあ、真ん中2つも割とありがたかったよね、そうね、悪くはなかった、割とありがたかった、まあもうリーダー効果がすげえついちゃうからさ、毎回レフィエ忘れたりさ、テンコ忘れたりさ、なくてよかった、ベルデフォンねえやとかさ頭がバグっちゃいますけど、まあ、とにかく強いっすね、強い、おもろい、もうぜひともこれ使ってビショップですんなりクリアしていただきたいものですよ、はい、はい、ということで、では、はい、また別のリーダーでお会いしましょう、はい、では今日は終わりたいと思います、ご視聴ありがとうございました。